メッタワールドピース、メッタワールドピース、メッタワールドピース。2011年まで、ロンアーテスト、ロンアーテスト、本名ロナルド・ウィリアム・アーテスト、ジュニア、1979年11月13日帯は、NBA のロサンゼルス・レイカーズなどに所属していた、バスケットボール選手。2017年より、レイカーズ参加のサウスベイ・レイカーズの選手、育成担当コーチ。 ポジションはスモールフォワード。ニューヨーク市クイーンズクロングアイランドシティ地区にあるクイーンズブリッジという公営住宅で生まれ育った。201センチメートル112キログラムディフェンス面ではポイントガードからパワーフォワードまで相手のようとなる選手を抑える。セントジョーンズ大学でプレーした後、 1999年の NBA ドラフトでシカゴブルズより一巡目16位で指名された。この時、アーティストは泣いたが、TNT に、これは純粋に嬉しくて泣いているん、と語っている。2002年に、ブラッド・ミラーとロン・マーサーらと共に、ゼイレン、ローズ、トラビス・ベストなどとのトレードでインディアナ・ペーサーズに移籍した。2003から04シーズンには NBA 最優秀。 守備選手賞を受賞し、NBA 屈指のディフェンダーの仲間入りを果たした。2004から05シーズンの2004年11月19日、デトロイトピストンズのホームコート、ザ・パレス・オブ・オーバーアン・ヒルズで起こった事件。NBA 選手や観客数人による一連の抗論や騒動のことを指す。NBA は愚か、アメリカのプロスポーツの歴史の中で最も不名誉な、 事件の一つと言われている。ことの発端は、アーティストがピストンズのベン・ウォレスに対してファウルをしたことが始まり。それに、ベン・ウォレスが激しく怒りアーティストを強く押した。ベン・ウォレスの真似をしながら、アーティストはコートサイドのテーブルの上に寝た後、試合の解説者の真似をした。そんなアーティストに向かって、ベン・ウォレスはタオルを投げた。その直後、 地元のピストンズファンのジョン・グリーン、当時ミシガン州ウェイスト、ブルームフィールド在住がアーティストに向かってビールの入ったコップを投げて、それがアーティストに当たった。それに反応したアーティストは観客席に飛び込み、コップを投げた人物だと勘違いした観客に掴かみかかった。実際には別人だった。そこにペイサーズの選手たちが応戦や仲裁に飛び込んで、アーティストは コート上に戻った。しかし、そこでアーティストは観客の A、J ・シャックルフォード、部別的な言葉を口にしたピストンズファンを殴る。ゲームは終了約1分前だったが、試合はその時点で中止になった。2004年11月21日、NBA はアーティストのシーズン残り試合、73試合を出場停止にした。これはドラッグ、 賭博が原因ではない処分としては NBA の歴史の中で最長の出場停止処分期間だった。その他、4人のピストンズの選手、4人のペイザーズの選手にそれぞれ最長30試合の出場停止処分が課された。その4人のペイザーズの選手には罰金やコミュニティサービスも課された。また、数人の観客と紙コップを投げつけたジョン・グリーンにパレスオブ。 オーバーアンヒルズに生涯入場禁止処分が課された。アーティストは、この出場停止によりサラリーのうち、約500万ドルを失ったと言われている。停止処分が明けて、ようやく新シーズンが始まると、アーティストはトレードを要求した。これに対し当時の球団幹部のラリー・バードや、オールスター選手のジャーメイン・オニールは、裏切らた気分だというコメントしている。 2005から06シーズンの途中で、ペーサーズからサクラメントキングスにペジャストヤコビッチとのトレードで移籍した。2000年以来プレイオフの常連であったキングスは、怪我人が続出し、プレイオフ出場が危ぶまれていた。アーティストはリック・アデルマンヘッドコーチに見出され、キングスは守備を中心に勝ち星を増やして、なんとかプレイオフに出場するまでになった。フォックススポーツは、 アーティストがキングスをプレイオフ出場レースに復活させたと表現した。2006年のプレイオフでは1回戦でサイアントニオスパーズに敗れている。調子を取り戻したアーティストであったが2005から06シーズン終了後にチームメイトのボンジーウェルズ及びヘッドコーチのアデルマンが契約満了することになっていた。アーティストは2人に大きな信頼を寄せており、 自らの報酬を減らしてでも彼らの引き止めを願ったが、チームの方針により二人はチームを去っていった。以後にシーズン主力として活躍したが、時折、制裁を欠くようになり、キングスも低迷するようになっていった。2008年オフ、トレードでヒューストンロケッツへ移籍し、トレーシーマグレディ、ヤオミンとビッグさんを結成した。ロケッツで再び、アデルマンの下でプレーし、 チームの12年ぶりのウェスタンカンファレンス準決勝進出に貢献した。2009年オフに FA となりロサンゼルスレイカーズと契約した。2010年 NBA ファイナル3勝3敗で迎えた第7戦では両チームの FG 成功率が上がらず、さらにレイカーズのエースコービー・ブライアントが全不長の中、アーテストは 3P シュート。 オフェンスリバウンドからのショット、スティールと攻守でチームに貢献。この試合では20得点をリバウンド5スティールを記録し、監督のフィル・ジャクソンをして、今日の試合の MVP はアーティストだと言わしめた。この勝利でレイカーズは2010年の NBA ファイナルを制覇。アーティストも自身初のチャンピオンリングを獲得した。2010年9月、自身のチャンピオンリングを 学校の精神カウンセリングを支援するためのチャリティーオークションに出品することを検討していることを明らかにした。2011年9月、本名を滅多ワールドピースに改名した。この頃になると衰えを見せ始め往年のディフェンス力を失うこととなる。2013年7月、レーカーズの年俸枠確保のため、アムネスティ条項を行使されて放出された。 その後ニューヨークニックスへ移籍。2013年7月16日、公式にニックスと契約。カーメロ、アンソニーのバックアップとして期待されたが不審に苦しみ、翌2014年2月24日に解雇された。2014年8月4日、中国プロバスケットボールリーグの四川ブルーホエールズと契約。その際、登録名をザ・パンダズ・フレンドに改名した。 現在は対談している。2015年9月24日、レイカーズと契約を結んだ。2017年10月24日、選手生活に区切りをつけ、レイカーズ参加のサウスベイ・レイカーズの選手、育成担当コーチに就任したことが発表された。鋼のようなフィジカルと転生のディフェンス感覚を武器に、PF にも押し負けず、PG のドリブルにも絡みつく、レブロン・ジェームズ、 ティム・ダンカン、クリス・ポールなど、相手を選ばずマッチアップができる、NBA 指折りのディフェンススペシャリスト。ドリブルをやや苦手とするなど器用さに欠けるものの、体格を生かした1音1や3ポイント首都などを得意としており、時には30得点以上を記録し、また大事な時間帯にビッグショットを決める、クラッチ能力を見せるなど、オフェンスも備えているが、 自分の役割はディフェンスであると、異自覚から周囲に譲りがちな面がある。冷静に頭を使うこともあれば、感情を爆発させる時もあり、オフェンスには参加しない素振りを見せながら急に点を量産するなど、包括的に非常に気まぐれなスケットをする選手である。また、コート内外で、揉め事が多いトラブルメーカーとして有名。非常に落ち着いた、性格の良い人だと家族は語っている。 年下の兄弟のアイザヤとダニエルは彼は父親のように面倒を見てくれる。父親の論は息子が NBA のシーズン中の旅のせいで思うように彼の子供たちと過ごせないことを知っている。彼は良い父親だ。と言っている。母親のサラは彼は犯罪者でもなければギャングでもない。息子たちはプロジェクトに住んでいた間大きな喧嘩なんてしなかった。あの パレスでの事件のあった年の最初の頃、僕のことを好きじゃないファンがいるとき、とても辛いよ。コインを投げてきたりするんだ。と言っていたわ。彼は悪い人間じゃない。あの騒動でも彼は反応しただけなのよ。と、アーティストの73試合の出場停止期間中に語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。